速稼塾の久保です。前回ね、この USB ケーブルやっちまったんですけども、皮肉なことに今日ね、ドックコネクターが届きました。アンカーさんから。まあちょっと悲しみとともに開けてみましょうか。このでっかい箱の中にこれ1個、これ2個、あとは緩衝材入ってます。2個ね。じゃあこれ開けて見てみますよ。これは結構ねいいやつらしいんですよ。いいやつらしい。アンカーってやっぱね、信頼がありますよね。あのアップル製品とかの次ぐらいに公式に近いもの、商品こうやってね繰り出してくださってるということで、なんか開かないというねことがありますけども、これ、ね、こういう風な形でドックコネクターっていうんですけども、でここにケーブル挿すところがあるでしょ。これここにオンと挿して、こっちの方に iPhone が挿せないというね。これ何挿じゃいいね。なんもないよ別に。なんもない。でもまあ今回はこれがね、これが使えるんで。今までのやつはなんかどうも使えなくなったんですよ。どういうわけかわかんないですけども、なんかやっぱり安いやつは何回か使ったらダメになるんでしょうね、きっとね。でアンカーのしっかりしたやつを買えば、まあそこそこ使えるかなと思います。で私こういうドックコネクターとかケーブルとかすごく増えたんですよ。で増えたんだけども、なんかどれもこれも使えなくなっちゃって、その全国47都道府県とか旅した時にね、いっぱい持ってたんですけども、今はほとんど使わないんで、一掃して新たに2021年からね、こうやって新しい、こっちは使えないけど、ものを揃えてやっていこうかと思います。まあ、今回は本当にね旅がないんで、必要最小限で身の回りのもの、ね、このデスクの上で賄える程度でいいんで、そんなにたくさんはないんですけども、まあなんか厳選してね、ちょっと値段が張ってもそんなにたくさん買わないんで、今回は値段が張ってもいいやつを買っていこうと思います。まあだったら公式買えよって話じゃないですか。まあでもアンカーとか試したいんでね、買っちゃいましたってことですね。これは何でしょうか、わかりませんけども、なんて呼べばいいのか、ドックコネクター買ってみたというね、そんなタイトルでございました。